はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は手書き文字をロゴ化する方法を紹介していきます。これ今イラストレーター iPad 版を開いてるんですけど、この文字のところですね、下の部分、これ手書きで書いたんですね。でそれをいくつかの iPad アプリを使ってこの手書きの線をベクター化する方法があるんですけど、今日はそれを紹介していきます。で全部 iPad だけでできるので、もうめちゃくちゃ便利だと思います。今日使うアプリいくつかあって、プロクリエイト、あと Adobe のキャプチャー、あとイラストレーター iPad 版ですね。この3つを使っていくので、iPad で本格的にデザインをしていきたい人はぜひね、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあまず最初ですね、プロクリエイトのアプリから始めていきます。で今これプロクリエイト開いて、私事前に手書きでですね、この鉛筆の線でロゴの下書きを書いています。こんな感じですっごい雑なんですけど、なんとなくこんな感じかなっていうのをとりあえず鉛筆で書いてます。でこの上からスクリプトブラシっていうのを使って綺麗に清書していくので、ちょっとこの下書きはですね、こんな感じで、不透明度を下げれるバーがあるので、これで不透明度を下げます。でこの上から新しいレイヤーをこのプラスボタンで追加して、でここに清書を書いていく形になります。で清書するときは黒ですね。ちょっと下書きは分かりやすいようにピンクとかね、違う色で書いたんですけど、清書は黒色を取って、で今回使うブラシなんですけど、私が作ってるプロクリエイトのブラシセットで、スクリプトブラシセットっていうのがあるんですけど、その中の16番シータートルっていうのを使っていきます。一応概要欄の方にですね、その、ブラシセットのリンク載っけておくので、よかったらダウンロードしてください。でもしこのブラシセット持ってない人は他のブラシでも大丈夫です。デフォルトでインキングっていうボックスの中がですね、結構そのスクリプトブラシを書くのにいいブラシが揃ってるので、この中から例えばスタジオペンだったりとか、ブラシペンとかカリグラフィーペンとかいろいろあるので、この辺を使ってください。でブラシ取ったらですね、このピンクの鉛筆の下書きの上を綺麗にこのカリグラフィーのブラシでなぞっていきます。でここがね、結構難しいポイントなんですけど、ちょっと筆圧とかがね結構変化して、初心者の人は難しいかもしれないんですけど、何回も何回もやり直して大丈夫なんで、ちょっと自分がねこれだっていうところまで根気強くやっていただけるといいと思います。私もこれ何回も何回も間違えてやり直してるので、動画編集の関係でね、すごい簡単に書いてるように見えますけど、何回もやり直してます。なのでよかったらその検索とかでスクリプトみたいな感じで検索したら、おしゃれな手書き文字がねたくさん出てきたりするので、それを見ながらやるのも一つ手だと思います。はい、じゃあこんな感じでざっくりですけど手書き文字が書けました。でこれを書き出していくので、ピンクの下書きの線は非表示にして、黒の線だけが残っている状態で、上のですねアクションボタンのところから共有に行って、JPEG 書き出しをしていきます。でとりあえず一旦自分の写真アプリの中にこの画像を保存していきます。でそしたら次違うアプリに移っていくんですけど、次がですね Adobe Capture っていうアプリを使っていきます。でこの Adobe Capture でさっきの手書き文字をベクターに変えていきたいと思います。で、アプリ立ち上げると真ん中の下のところにですねプラスボタンがあるので、これを押してください。で、画像の読み込みで一番上カメラロールを開いて、さっき保存したですねこのロゴ手書き文字のやつをですね開いていきます。でそしたらこういう画面になるんですけど、このまずですね右下のところ、文字とかシェイプとかあるんですけど、シェイプを選んでください。シェイプが、今撮った写真というか画像をですねベクターに変えてくれる、設定なんですけど、このシェイプを押した状態で右のスライダーですね、これを上にできるだけ上げてください。これ密度になります。で左側にもツールがあるんですけど、この左は調整ツールですね。上に行くとこれ反転とかね、コントラスト上げるとかあるんですけど、これの上から3番目が自動調整機能になっているので、上の3番目をオンにした状態でチェックボタンを押します。でそうするとさらに調整パネル、今度はベクターの調整をするパネルに行くんですけど、ここでまずこの切り抜きですね、いらない白のところをまず切っていきます。
でそしたらその右側、スムーズっていうツールがあるんですけど、これ押すと下にオンオフっていうのがあります。でオンにするとこの曲線がですねより滑らかになります。わかりますかね。これオフオン、この曲線ガタガタするか、そのラインが滑らかになるかなんですけど、これどっちか選ぶことができます。で今回はですねちょっと手書き感を残していきたいのでオフの状態で進めていきます。でさらにこの下のところですね、消しゴムとかブラシとかあるんですけど、例えば消しゴムだとこの出っ張ってるいらない線とかをこうやって消すことができます。で逆にブラシだと新しい黒いラインとかね、ちょっとここ太くしたいなみたいなところがあればそこをなぞって、ロゴとして、ね、追加することもできます。でこんな感じでラインの最終調整ができたら、これで右上のですね保存ボタンを押していきます。でそうするとこれ SVG 形式で保存されてね、ベクターになるんですけども、これをどこに保存するかっていうのをここで選ぶことができるんですけど、ここはですね Adobe の CC ライブラリに保存されます。Adobe のサブスク登録してる人はですねこの CC ライブラリ、クラウド保存みたいなのができるんですけど、もし、Adobe で登録してる人はここに保存してください。新しいライブラリを作ってもいいですし、私の場合だとアミティ先生っていうボックスをこの Adobe のクラウドに置いてるので、その中に保存するっていう形になります。でホーム画面戻るとこんな感じです。ちょっと前にね同じようなロゴ作ったので2個あるんですけど、もし Adobe の CC ライブラリ持ってない人はですね、この点点点のところから、違う形で、違うところに共有したりとか保存したりすることもできます。共有っていうボタンがねこの下のところにあるので、そこで保存先を決めてください。でそしたら最後ですね、Adobe のキャプチャーで CC ライブラリに保存できたので、次イラストレーター iPad 版で最終仕上げをしていきます。でキャンバス何でもいいので開いたらですね、 CC ライブラリーから画像を配置していくので、左下のですね写真ボタンの一番下、CC ライブラリーっていうボタンがあるので、ここで、さっき保存した、さっきのねアミティ先生っていうボックスの中に保存したロゴですね、これを貼り付けます。でそうするとこんな感じで、綺麗にですねイラストレーター iPad 版の中に貼り付けられるんですけど、大きさ調整するときは左下のタッチショートカットを押しながら縦横比を固定した状態でこんな感じでねサイズ調整をしてください。でここから最後ちょっと最終綺麗にブラッシュアップしていかなくちゃいけないんですけど、今レイヤーのところを見るとですね、このグループ、一番上のグループってやつがこのロゴになります。でこれ一旦グループ解除っていうのボタンがあるので、グループ解除を押してください。でそしたらクリッピンググループっていうのにまたグループみたいになってるので、これも解除します。右のパネルからクリッピングマスクを解除っていうボタンがあるので、これ押してください。でそうするとこれ一個一個のパスがねバラバラに今なった状態で、いろいろ動かすことができるようになります。でこれをですね、今グループだったんですけど、合体って言って一つのまとまりみたいにしていく必要があるんですね。ちょっとね表現難しいんですけど、とりあえず全部このロゴ、今表示されているやつを全部選択して、この右側のシェイプを結合の一番上、すべてを合体っていうのがあります。これを押してください。でそうするとこのロゴのですね一個一個のパスが全部一塊になって、色を一気に変えれたりとか、一気にこうやってね動かしたり変形したりすることができるようになります。色を変えたいときはですね、この左のパネルの塗りのところをこんな感じでカラーに変えると簡単に全部変わります。であと例えばなんですけど、こういう線ズームするとですねちょっとガクガクなっちゃってるところとかがあるので、それを調整するときは、アンカーポイントを調整する機能がですね左の上から2番目ですね、これ移動ツール、この2番目がアンカーポイントの編集ツールなんですけど、そうするとこのね点々がすごいたくさん出てくるんですよね画面上に。でいらない点、ガクガクなってるところの点をタッチして下のマイナスボタンを押すと、そこの点が消えるんですよね。で、この点が少なければ少ないほど綺麗な滑らかに線になっていくので、無駄な点をできるだけここで消していってあげると仕上がりが綺麗になります。
で、例えばこのベクターのイラストとかを持ってきて合わせてかっこいいロゴを作りたいなと思ったら、この手書きの文字のところですね、ダブルタッチするとこれ一個ずつまた動かせるようにまだなっているので、これで例えばこのザのところをですね大きくしたりとか、角度をね回転させたりすることもできるので、このベクターのイラストと位置をですねこんな感じで綺麗に合わせるとすごくいいロゴが作れると思います。はい、じゃあこんな感じで最終完成にしたいと思います。最後ね、もうこれ1個のグループ化にしといたらいいと思います。グループ化にしといたら、この選択した状態でカラーパレットのところを触って色をね全部一気にここを変えることができるので、もしカラバリとかね作りたいなっていう人はこのグループ化してどんどん複製してカラバリをいろいろ作るっていう風にしていただければいいと思います。はい、で今日はねこんな感じで終わりにしたいんですけど、ちょっと今日ね初心者さんには少し難しいチュートリアルだったかもしれないので、そもそもこのベクターとラスターの違いは何っていうところとか、真ん中に描いたこの鹿のイラストですね、ベクターのイラストの描き方だったりとか、もう少し深い話はですね私の YouTube のメンバーシップの方でしています。月に3回ですね、週末になったら1時間かけてこのライブセミナーをやってるんですけど、そこでもう少しあのイラストレーター iPad 版の詳しい使い方とかもやってるので、もっと学びたいっていう人はですねこの YouTube のメンバーシップの方も見てもらえると嬉しいなっていうふうに思います。今ねメンバーさんが700人以上いて結構盛り上がってるので、参加したい人はですね概要欄のところにあのリンク載っけておくので、そこからジャンプしてください。はい、ということで、今日は以上にしたいと思います。よかったらいいねボタンもね押していただけると嬉しいです。はい、では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。